端ガガガの不可能を可能にする1枚。1番隊チュチュリス、非文明の2コストでビートジョッキーパワーが2000、自分のビートジョッキーの召喚コストを1少なくする。ただしコストは0以下にはならない。最近の非端ガガガに採用されています。最近ではオリジナルでも採用され始めていますが、その主戦場はアドバンス。本日はその理由を解き明かしていきましょう。4-1、環境の違い。アドバンスとオリジナルでは GR の有無やドラグハートの有無などから環境が根本から異なっています。その違いによりこれらの2大巨頭がオリジナルほどメタとして機能しづらく、もちろん入れてもいいのですが、ざっくり言うと自分の動きにオールインすることこそが結果的に一番のメタになっているため、自分の動きを後押しするチュチュリスが採用されています。要因その2、ギリギリチクタクの存在。アドバンスの非端ガガガは先日紹介したギリギリチクタクが採用されます。単体で使うと続くバッドブランドを1コストで出せる非常に優秀なカードが、しかしガガガとの相性は若干悪く、どちらも2コストなので3ターン目に同時にプレイすることはできません。そこでチュチュリスが場にいるとブレイズクロー、チュチュリス、1コストギリギリチクタク、1コストガガガガイアルブランド、1コストバッドブランドみたいな宇宙ムーブを実現できます。ギリギリチクタクを1コストで使えるというポイントは相当に大きいです。要因その3、1コストガガガは犯罪。最後にガガガとの相性。3ターン目にチュチュリス、素出しから1コストでガガガを出せるのはもちろんのこと、例えばブレイズクロー、チュチュリス、1コストギリギリチクタク、1コストガガガ、1コストセカンドガガガみたいな銀河ムーブも実現できます。ガガガを1コストでプレイできることにより、本来悲嘆でガガガを2体出そうとすると最低でも5マナは必要でしたが、わずか3マナでそれが実現可能となりました。以上もに3つの理由からアドバンスの悲嘆ガガガではチュチュリスが標準搭載されているという感じです。補足するとビートジョッキーではないテスターはともかくコタツムリとも相性がいいので、環境に合わせて試してみるといいでしょう。皆さんは悲嘆ガガガのこの考え方どう思うでしょうか。テスタコタツとチュチュリスチクタック、好みの方やご自身の考察をぜひコメントでお聞かせください。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。